山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト。皆さんこんばんは、マネさんです。イエーイはい、今日は山口県山口市に来ております。こちら洋服の青山が見えてるんですけども、なんといってもね、今日は本当に雪が降ってて寒いので、こちらやってきました、中華そば団でございます。なんかあったかいもの食べてと思ってこちらの方にやってきました。もう寒いので早速中の方へ行っちゃいます。ではまず入り口の方向に向かって歩いていきます。さあ、こちら入り口方向にはいろんな宣伝文句サービスがいろいろ載っておりますが、まあじっくりと見てやってください。それでは中の方に行ってみましょうか。それでは皆さん行ってきます。チャンネル登録よろしくね。はい、こちらがメニューになっております。閉店40分前に来たからか、コクって書いてあるメニューはもうすべてなくなってました。そして味噌もなかった。あとね、ご飯類も売り切れとなっておりました。まあなんだろう、もうこれ食べるものがどんどんなくなってる中で、今回まあね、一つだけこれ食べたいなっていうのが目に光ったので、それを今日頼もうと思います。まあね、いろんなお得なセットメニューがあるので、昼間来る方はね、こういうねセットメニューでもいいと思います。さて、煮干しラーメンといえば周防大島が有名どころではございますが、客層的にはですね、女性が多かったように思いました。こういった2月だけのキャンペーンっていうのもございましたね。インスタグラムフォローでいいんだろうね。横を見るとこんな感じで、麺がいろいろね、量が選べる感じになっております。大煮盛りなんて絶対食べれないので、今日はこれにしました。はい、やってきました、煮干しブラック780円になります。まずはね、じーっと見てみましょうかね。こうね、真っ黒いスープの上にネギがドサッと乗って、そこにブラックペッパーがめちゃめちゃ振りかかってます。だからブラックなんでしょうね。さて、それでは早速いただいていきたいと思います。まずはスープから、本当に濃い、見てこれ。そして背脂たっぷり入ってます。なんか濃いなと思って、まあとりあえず飲んでみよっか。ではいただきます。あーなるほど、見た目ほど濃くなく、結構普通ぐらいの濃さでしたね。さあ、そしてほんのり甘いのがこちらのスープの特徴でしょうか。さて、麺はこんな感じでございます。ではいただきます。よー、あったまる。外吹雪いてたからね、めっちゃあったまる。さて、今から気合い入れてラーメン食べるんで行きます。やっぱり寒い時はラーメンに限るよね。さて、こちら見てください、チャーシューいっちゃいます。さて、チャーシューはですね、こんな感じでございますが、これね、僕の好みのチャーシューの味でございました。すごく美味しくて、プルプルっていうかね、油がちょっと溶けた感じのチャーシュー、めちゃめちゃこれはお好みでございました。さて、こっからラーメンかき込んでいきます。ではいっちゃいます。おお、半分以上食べました。結構ね、丼自体はちっちゃく見えますが、奥がね、深さがあるので、そこそこボリューミーっていうのが分かりました。そしてこちら、ブラックペッパーが後から連打する感じ、もうガン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 ってブラックペッパーの、なんだろう、あの胡椒が来ちゃうので、結構汗が出てきます。さて、最後にはスープもしっかりと飲み干していきたいんですけども、あんまり飲むと健康に悪いので、ほどほどに飲んじゃいますやっぱりね、舌が胡椒で麻痺するぐらいの胡椒が入ってるなっていうね、そのピリピリ感、好きな方は好きですけども、できれば自分で入れたかったなと思います。さて、満足満腹になりました。マネさんの感想、煮干しと黒胡椒のお祭りでした。コクまるまるラーメンを次回は食べたい。そしてお得なセットがございます。中華そば団、場所は山口県山口市吉木中東2丁目 9-17、 営業時間はご覧の通り、電話 080-1923-0072 まで。最後まで見てくれてありがとう。
これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめのお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子供の味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。